にちは、サーヤです。今日はじゃじゃん、こちらです。ワンデーアキビューディファインモイストから新しく発売されたラディアントスイートをですねつけてみたんですけど、このねコンタクトに合わせて愛され中心メイクというテーマに沿ってメイクをやってみたいと思います。はい、レンズのデザインはこんな感じになっているんですが、とってもナチュラルなんですよ。3色を重ね合わせたシアカラーグラデーションになっていて、エスプレッソ、ブラウン、イエローゴールドでね透けるような色をブレンドして、ピュアで潤んだね印象のデザインが特徴です。至近距離で近づいてもとっても自然だし、何よりねつけ心地もすごく良くて、私もねとても気に入ってます。紫外線もねカットしてくれるので、今みたいな夏のね紫外線がひどい時期にはねすごくいいんじゃないかなと思います。うん、ほい。というわけでですね、愛され中心メイクぜひご覧ください。まずはじめにホワイトのアイシャドウをアイホール全体に入れていきます。でこのアイシャドウをね入れるとまぶたが一気にパッと明るくなるので、私は毎回入れてます。その後肌なじみのいいブラウンのアイシャドウを二重幅に入れていきます。今回はオレンジもねちょっとメインでこの後使うので、二重幅に入れるアイシャドウは肌なじみのいいブラウンのアイシャドウを選びました。その後オレンジのですねカラーライナーアイシャドウっていうのでラインを引いていくんですけど、派手なカラーメイクじゃないんですけど、目を開けた時にオレンジのカラーラインが目立ってとっても可愛いです。これがねジューシー部分、愛されジューシーの愛され部分ということで、ピンクのねラメを上から重ねていきます。オレンジだけでもすごく可愛いんですけど、ピンクを重ねることによって少しこう甘さが出るかなと思って今回重ねてみました。ちなみに画面から見て左側がねピンクのアイシャドウを重ねた目です。オレンジのカラーラインを下目尻にも入れていきます。涙袋にはベージュ系のアイシャドウを入れていきます。でもう目尻までねつなげるように入れちゃいます。その後アイラインを引いていきます。アイラインはブラウンでいつも通りね引いていきます。目尻は流すように引いてきます。ビューラーでまつげを上げた後にマスカラ下地を塗っていきます。これはねまつげのカールをしっかりとキープしていくためです。その後ですねマスカラを塗っていきます。マスカラはブラックです。私はやっぱりブラックのマスカラが好きなので、今回もブラックのマスカラにしました。このマスカラはロングもボリュームも出るタイプのマスカラです。チークはですね今回はオレンジ色のチークを使いました。夏っぽいしジューシー感もあるかなと思ってオレンジ系にしました。すごく可愛いオレンジなんですよ。夏っぽいですよねやっぱりオレンジチークは。チーク入れたらね次にハイライトを入れていきます。ハイライトはツヤツヤのお肌に見えるようなハイライト。そしたら最後にリップですね。まず唇の色味を消していきます。最初にピンク色のリップを中心に塗ってグラデーションリップを作っていきます。その後少し濃いオレンジを中心に塗ってまたグラデーションリップを作っていきます。ピンクからのオレンジのねグラデーションで3段階のグラデーションになって、愛されジューシーっぽいかなと思ってやってみました。はい、というわけでですねメイクもやって髪の毛もね結んでみました。今回は愛されジューシーがメイクのテーマだったので、私的にジューシーっていうとちょっとオレンジなイメージがあったし、今はね夏っていうこともあったので、アイメイクにもチークにもリップにもオレンジを取り入れつつ、愛され部分はねイメージ的にピンクかなと思ったので、そのオレンジにね薄くピンクのラメをアイメイクに重ねたり、リップにも最初にピンクのグラデーションを作ってまた中央にオレンジ入れたりとか、ピンクとオレンジをちょっとミックスしながらメイクをやってみました。こちらのコンタクトも本当に瞳にこう馴染んでくれてナチュラルだし潤ってね快適だったのですごく気に入りました。で皆さんもですねワンデーアキブーディファインモイストから新しく発売されたラディアントスイート、気になった方はですね動画の概要欄からぜひぜひチェックしてみてください。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。なのでね、オレンジってすごく可愛いなって思うんですけど、ピンクとオレンジの組み合わせ本当に大好きです。